サントリーニカルデラサントリーニ島の火山クレーター2001年6月ミノア噴火は紀元前1628年頃にエーゲ海のサントリーニカルデラにおいて発生した海底火山の爆発的大噴火である。地中海で最大波高90メートルの大津波が発生したとの推定がある。アトランティス伝説や旧約聖書のデイエジプト期のもとになったとの説もある。 噴火の発生時期については、前後14年ほどのブレがある。中央部の噴火、割れ目噴火、海中噴火、爆発性噴火、火災流、水蒸気爆発、ラハール、津波、カルデラの崩壊、避難、犠牲者、大規模な物理的な損壊が発生。この噴火により、地中のマグマが噴き出してできた空洞状の陸地が陥没して、カルデラを形成し、 現在の三日月型のサントリー2頭が形成された。噴火は、エーゲ海一帯に酸化をもたらし、プラトンの著作、ティマイオスに橋を発する、大西洋、少なくともヘラクレスの柱の向こうにあるとし、洋上の理想郷、アトランティス伝説に大きな影響を与えたと言われているほか、 当時サントリーニ島よりさらに南のクレタ島で繁栄していたミノア文明が大打撃を受け衰退の原因となったとする説がある。この爆発的噴火は地球上で過去に発生した火山噴火の中でも最大規模であると言われている。ありがとうございます。